さんこんにちは。オレンジオンオレンジでお送りします。本日の伊藤孝チャンネル、私が大学生の時から通い詰めている大好きな地元のケーキ屋さん、ハンプティダンプティ。ここにはね、ものすごい素敵なシェフと、ものすごい忘れられない思い出があるんです。私の青春が詰まったお店、ご紹介します。こんにちは、お久しぶりです。ここ、私が大学生の時に多分できたんですよね。いつでしたっけ？1994年です。そっか、じゃあ私が大学1年生の時にできたやつだね。これ見てハンプティダンプティは何、シェフがハンプティダンプティ？あ、そうです、卵です。本当だったんですか？そう、本当に卵です。いわゆるイギリスのマザーボスの同様のアリスですよね、はい、そうです。この笑顔でますます美味しいんですよ。じゃあそれください、その3つください、はい、ありがとうございます、はい。ここは今はイートインはお休みなんだけど、ここでケーキも食べられるので、大学1年生の時に私出演をしてバッサリと髪の毛をねベリーショートにしたの。ほう、誰に失礼したんだっけ。いや、聞かないときます、うん、で友達と待ち合わせしてて、ここに入ってきたらみんなが爆笑して、いやー森まさこのデビュー当時に似てるって言ったのが本当に忘れられない。今日もベリーショートみたいですけどね。誰が森まさこのデビュー当時やねん。森本さんが素敵なんだけど、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、はい、ああ、美味しそうに撮れない。ヒュッ、はあ、息止めて撮ると上手に撮れる気がしない。素晴らしく足長いですね。変な声出さんといて。これまだ。あ、いいね。おやな。ではまず1個目を選ぶじゃんけんね。はい。真剣勝負ね。どうでんで。最初はグッじゃんけんぽい。あいこでしょ。あいこでしょ。あいしょ。え、それ気使った？使いません。これ私やっぱり。ハートでね、はい、どうぞじゃあ、せーの、せーの、おお、いただきます。私はめちゃめちゃ美味しい。これうん、贅沢にしますね。すごいマスカットがみずみずしくて、ね、生クリームが濃厚。サイトとか見るとハンプティダンプティのタルトが最高って書いてあるけど、あ、まさに、うん、一番最初にシェフチーズケーキとザッハトルテ取ってたもんね。はい、うん、私が食べたザッハトルテの中で一番美味しい。人生の中で本当に美味しい。思いのほか表面がレアチーズ。でもさ、ベイクドとレアと両方の味するんだけど、すごいスイーツの詳しい人からするとイラッとするコメントなんだろうね。もっと伝え方があるでしょうっていう。美味しい。やっぱね、シェフのおすすめに限るね。はい、今日の伊藤孝恵チャンネルは、私が大学生の時から愛してやまない地元のケーキ屋さん、ハンプティダンプティをご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。